まずはこちら。猫の格好をしながらあくびをしているモンテネグロを見て、ああ、そうかわいい。わあ、とてもかわいい。という日本。眠ってしまったモンテネグロを見て、ああ、you sleep and purr now. そうかわいい。眠りながら泣くなんてかわいいね。と続ける日本。そこへやってきて、Wait, why is medieval empire clay like wearing cat ears? 待って、なんで中世の帝国のクレイは猫耳をつけてるんだ?と聞く韓国。それに対して、No, no, this is my new kitten I bought from Serbia 君。His name is... いやいや、これは僕がセルビア君から買った新しい子猫だよ。名前は、モンテネコ。と答える日本。くだらねえ。でも韓国は気をつけた方がいいぞ。猫にしたカントリーボールが気に入りすぎて、韓国まで猫にされかねないからな。まあ韓国の場合、猫というよりチワワか。吠えてばっかりだもんな。なんか最近、日本の特集ばかりやってて、チャンネル的には良くない気がするんですが、まあそれだけ存在するわけですし、見つけてしまったからには仕方がないですよね。日本ラッシュが終わって他の国をやり出した時の視聴率の減りが怖いな。まあ今はいいかそんなこと。ということで今回も海外の掲示板に投稿された漫画型ポーランドボールで日本が登場するものをいくつか見ていこうと思います。Japan, it is I, God. 日本よ、私である、神だ。という天からの声に、Oh shit, 神様。なんと神様と反応する日本。I've recently finished binge watching 72 hours worth of anime and all I can say is What the fuck is wrong with you? Time to face thy righteous judgment. 最近72時間分のアニメを一気見したのだが、言えることはお前たちは一体どうしちまったんだ。正義の裁きを受ける時だ。と怒鳴る天からの声。Earthquakes 地震。Tsunami 津波。Disrespectful foreign streamers 無礼な外国人ストリーマーたち。So guys, today I'm gonna flash my cock in front of bunch of Japanese schoolgirls for an epic prank. Make sure you like and subscribe. 今日は日本の女子高生たちの前で俺のチンコをちらつかせる盛大ないたずらをするぜ。みんな高評価とチャンネル登録を忘れずに。というソマリアの帽子をかぶったアメリカ。And no pussy. そしてマンコもなしだ。すみません、but I want a real man who is rich and looks like a feminine K-pop star.ごめんなさい。でも私は金持ちでフェミニンな K-POP スターみたいな本物の男が欲しいんです。という女性の日本。Have you had enough yet? Have you learned the error of your ways? もう十分だろ。自分の行動の過ちを学んだか?と問う天からの声。No です。いいえ。と答える日本。Okay, we'll try this again in like another 12 to 15 years. よし、また12から15年後にもう一度やってみよう。という天からの声。無駄無駄。どこの馬の骨かもわからない神様に、何と言われようが何をされようが、アニメで妥協することはできないね。外貨を得たり、日本について海外に伝えたり、外国人の日本に対する好感度を上げるために重要な道具だからな。ロケットを見ながら、Finally, I can colonize the lonely island in the sky, just like the good old days. ようやく空に浮かぶ孤島を植民地化することができる。古き良き時代のように、という日本。I am taking Asia to space like a benevolent progressive leader, except for China, because fuck you, China. Space is Japanese birthright. 私は慈悲深い先進的指導者だから、アジアを宇宙に連れて行く。ただし、中国だけは別だ。中国なんかクソくらいだからだ。宇宙は日本の生徳圏だ。と、インドネシアと台湾を見ながら言う日本。It's a good thing I possess an old experimenting bodies to ride rockets like in the imperial days. Am I right, Indonesia?帝政時代のように一緒にロケットに乗ってくれる実験仲間を持っているのは幸いなことだ。そうだろ、インドネシア。と赤と白のクレイに声をかける日本。インドネシア?インドネシア?と日本が答えを待つ中、Curve up, you must play it cool. まずい、冷静であれ。と自分に言い聞かせるインドネシアに紛争したポーランド。落ち着けポーランド。大丈夫、バレないから。上下逆さまなポーランドとインドネシアを見分ける方法は、インドネシアの三角形の帽子で、その帽子をかぶらない状況になったら、もう見分けがつかないから。I have decided to make an edict against silly Christians that annoy me much. You have any opposition? 私は私を困らせる愚かなキリスト教徒に対して勅令を出すことにした。反対意見はあるか?と朝廷に対して宣言する徳川幕府。But why? It's not very nice. でもどうして?なんか良くなさそう。They are a new religion and can be annoying.
彼らは新興宗教で迷惑をかけることもある。Buddhism was too, and now it's integrated. 仏教もそうだったけど、今は溶け込んでる。They don't follow the 幕府。彼らは幕府に従わない。Maybe they will if you are educated. 教育を受ければ従うようになるかもしれない。They pray to a weird king called Pope. 法王という変な王に祈っている。Maybe he's a nice person. いい人かもしれない。They smell. 彼らは匂う。Everyone smell as Confucius. 講師はみんな匂うと、と口論をする徳川幕府と朝廷。呆れて、Oh dear Amaterasu, daimyo of new religion can get alliances with weird Portuguese guys and get a lot of weapons to revolt and take our power. Is it more clear now, Emperor? ああ、アマテラスよ。新興宗教の大名たちは変なポルトガルの連中と同盟を結んで、たくさんの武器を手に入れ、反乱を起こし、我々の権力を奪うことができる。天皇陛下、これでより明白になりましたか?と叫ぶ徳川幕府。それを聞いて、The question is, why are you even asking? Kill them all, and they smell, silly 将軍。問題は、なぜそんなことを聞いているのか、ということだ。全員殺せ、そして彼らは匂う、愚かな将軍め、と意見を180度変える朝廷。下手だな、伝え方。200年経ってもそれは治らなかったんだろうな。だからアメリカや他の南蛮の国々に不平等条約を結ばされて、天皇は薩長同盟についたんだろう。Look, 台湾くん。I make fancy flush robot toilet, beep beep ですよ。見て、台湾くん。僕は派手な水洗ロボットトイレを作ったんだ。ピコパコですよ。と自慢する日本。それを見て、How odd, also interesting. なんとも奇妙で、また興味深いという台湾。Now I irrigate asshole. How technological. 今からケツ穴を灌漑する。なんて技術的なんでしょう。と実践してみせる日本。I am sickened, but curious. 気持ち悪いが、興味はある。と言いながら、台湾と乱す韓国。さらに、Japan very strange. 日本はとても奇妙だ。とコメントしながら寄ってくるネパールとインド。ロボットトイレット。I barely have running water, let alone a toilet. ロボットトイレ。僕にはトイレどころか水道もないというのに、と驚くネパール。トイレット?トイレ?と言葉の意味すらわからないというような表情をするインド。いやいやいや、何年前の話だよ。インドってもうすぐ発展途上国から先進国に入るレベルの国だぞ。それに、これがたとえ、ポーランドボールというジャンルができたての10年前ぐらいのネタだったとしても、トイレが身近な存在じゃないなんてことはないだろう。After years on end, Japan has finally finished his master device. 何年もかけて、日本はついに究極の装置を完成させた。As they opened the door maliciously, a thought rushed into their heads. 悪意を持ってドアを開けたとき、ある考えが頭に浮かんだ。That being, putting their genius into action instantly.それは天才を即座に行動に移すことだ。At long last, genius master plan is completed. World will tremble before my might. ついに天才的なマスタープランが完成した。世界は私の力の前に震え上がるだろう。と叫ぶ日本。Behold, 見よ。と言いながら光線銃を撃つ日本。撃たれてトルコに変わっていくドイツ。Power is mine. 力は私のものだ。The world will be in havoc never ending, all to my liking.世界は終わりのない大混乱に陥るだろう。すべては私の思いのまま。I will become supreme. 私は覇者となる。と叫びながら、いろんな国を撃っていく日本。そして、アメリカを撃つ日本。日本は、アメリカ合衆国、hit by the ray of mine. Finally, things are going to be exciting. アメリカ合衆国、私の光線にやられたな。いよいよ盛り上がってきた。と思いながら眺めているも、何の変化も起こらないアメリカ。Impossible.そんなまさか、と驚く日本。What's your problem, you filthy chink? 何のようだ、この薄汚いチンクめ、と怒り出すアメリカ。You are not supposed to stay as you were. Why are you not turning into a minority of yours? そのままではいられないはずだ。なぜ自国の少数民族にならない、という日本。えへへ、so that was your intention, hm? Turning me into a minority of mine? えへへ、それが貴様の意図だったのか。俺をマイノリティに変える?You poor poor Jap with zero foresight as usual. 哀れなジャップ、相変わらず先見の明がない。Simply unfortunate. Your very genius might have curated this weapon, yet you've still got no idea regarding how it works. ただただ残念だ。
お前の天才的な才能がこの兵器を生み出したかもしれないが、それがどのように機能するか、お前は全然わかっていない。You cannot have any minorities. マイノリティを持つことはできない。If you don't have any majority to begin with. そもそもマジョリティが存在しなければな。と、日本の光線銃がなぜ効かなかったのか説明するアメリカ。なんか変なステレオタイプ持たれてないか？日本はすぐくだらないものを発明するっていう。まあ、あんまり強く否定できないか。この光線銃ってまさしくドラえもんの秘密道具って感じだもんな。先進国の半分に対して効果がないっていう欠陥があるのも含めて。1945年。 OK Brazil, tell it to me straight. よしブラジルよ、はっきり言ってくれ。と聞き、医者の格好をしたポーランドから、 Japan has damaged brain. 日本は脳にダメージを受けている、と答えを得るアメリカ。 Nuke can have many side effects. Amnesia, gender confusion, and zero morals. 核兵器には多くの副作用がある。記憶喪失、性別の混乱、モラルの欠如、と説明し、 So you're saying、 つまり、と期待をするアメリカに対して、 Yes, America, there is a chance. そうだアメリカ、チャンスはある、というポーランド。 Hello? こんにちは。 Hey Japan, just need to make sure you don't remember my nuclear destruction upon you. やあ日本、私が君たちを核で破壊したことを覚えてないことを確認したいんだ。 Who is Japan? 日本って誰？Oh good, now let's talk about some business deals. それはよかった。ではビジネスの話をしよう。と会話をする日本とアメリカ。2024年。 Just admit your war crimes, Japan. 戦争犯罪を認めろよ、日本。と怒る中国。 I told you I don't remember any war crimes. 言っただろ、戦争犯罪なんて覚えてない。と言い訳をする日本。それを聞いて、Come on, Japan. It feels like you had a nuke dropped on you.おいおい日本、まるで核兵器を落とされたみたいじゃないか、と呆れる中国。いいね、素晴らしいアイデアじゃないか。なんで思いつかなかったかな。戦争犯罪をしたことをただ否定するとクソ野郎だと思われるから、核爆弾のせいにして記憶喪失だってことにしてしまおう。血気盛んな武士がいた国が萌えアニメなんて作るなんて普通ありえないから、信じてもらえるだろう。最後はこちら。ロシアを眺めながら、さあ、If only she would notice me.はあ、彼女が俺に気づいてくれさえすれば、とつぶやくアメリカ。そこへやってきて、アメリカ君、What is this sighing for? アメリカ君、このため息は何のため？と尋ねる日本。ああ、Hey Taiwan. Well, there is this clay I like. I have given her top secret information. Let her make decisions for me, and let her take some Arabian clay. But she still doesn't like me. やあ Taiwan. 俺は彼女に極秘情報を与え、俺のために判断をさせ、アラブのクレイを占領させてあげた。でも彼女はまだ俺のことが好きではない。と答えるアメリカ。ああ、if it is a woman's heart you want, I can teach you. ああ、女性の心がお望みなら私が教えてあげよう。と宣言し。Dude, really? Damn, didn't know you knew about stuff like this. Just thought you were into that chicken Thai stuff. おい、本当か？君がこんなことを知ってるなんて知らなかったよ。チキンタイに夢中なのかと思ってたよ。と驚かれるも、それをスルーして、I know many things. Meet me tomorrow here if you must. 私はいろいろなことを知っている。もし必要なら明日ここで会おう。という日本。後日、ロシアちゃんの情報が載ったフリップを前に、As you can see, size of clay will matter to impress. You must behave large. 見ての通り、クレイの大きさは印象を左右する。大きく振る舞わなければならない。Aha, yeah. Think I got some pills for that. なるほど。それならそのための薬を持っている気がする。And if you sacrifice your homosexuals, she might be happy. そして同性愛者を生贄にすれば彼女は喜ぶかもしれない。Aha, sacrifice the gays. ああ、同性愛者を生贄に。とレクチャーする日本とコメントをつぶやきながらメモを取るアメリカ。But the ultimate technique, the one that will evolve you into guaranteed romances, is one I know very well.しかし、究極のテクニック、あなたを確実なロマンスへと進化させるもの、それは私がよく知ってるものだ、という日本。Oh, oh, what is it? Tell me. ほうほう、それはなんだ、教えてくれ、と食いつくアメリカ。タコを取り出しながら、Well, you will require a squid, or an octopus. As long as tentacles, then good. まあ、イカが必要になってくる。もしくはタコ。触手があれば何でもいい。と説明する日本。あは、wait, what? なる。なんだって？と困惑するアメリカ。So you take the squid and you push it into the pussy.
それでイカを手に取りあそこへ押し込むと続けて説明する日本、赤面しながらメモを取るアメリカ。聞く相手を間違えてるぞアメリカよ。何が触手のあるものをあそこへ押し込むだよ。ろくなアドバイスしか持ってねえ。だからここんとこ数十年少子化が続いてるんだろうな。でも最近のアジアの出生率を見ると近隣国より日本の方がマシだから、そこまで間違ったアドバイスでもないのかもな。最近動画のナンバリングをやめたので分かりにくくなってるんですが、今回ので日本を特集したものが過去の総集編を含めて4本目になるんですよ。これからも日本を特集した動画を作る予定があるので再生リストを作っておきます。よかったらチェックしていってください。ということで今回は以上です。それではまた。